はい、ということで今回は12月19日のアップデートで持てるアイテムの最大所持数が変更になったので、変更となったアイテムを全部まとめていきたいと思います。全部？多分全部です。まずは木材ですね。木材は50個に増えてます。次は花崗岩ですね。花崗岩も50個に増えてます。次はブッシュとかから手に入るツタですね。ツタも50個に増えてます。次は羽ですね。羽も50個に増えてます。はい、次は骸骨で取れる骨ですね。この形で50個に増えてます。はい、次は矢ですね。矢は80本に増えてます。はい、次は、製粉機で作る種類ですね。ラズベリーの種、スラップベリーの種、唐辛子の種、スノーベリーの種、トウモロコシの粒、かぼちゃの種、小麦粒が全部で持てるアイテムが50個となりました。作れなかったものもちょっとあるんですけど、はい、このような形で50個に増えてます。次は草原で取れるラズベリーですね。ラズベリーも50個に増えてます。草原にいる狼ですね。もう逃げるな逃げるな。草原の狼で手に入るウルフクロウも50個に増えてます。では次は草原にある洞窟に入っていきたいと思います。次は大理石ですね。大理石は大理石も50個に増えました。次はノットルートです。ノットルートも50個に増えました。はい、次は海岸で手に入るスラップベリーですね。スラップベリーも50個に増えてます。次は砂漠で手に入るスパイシー唐辛子ですね。スパイシー唐辛子も50個に増えました。次は砂漠で手に入るフレックスウッドですね。フレックスウッドも50個に増えました。次は砂漠にいる狼ですね。砂漠の狼から手に入るサンドクロウも50個に増えました。次は砂漠の洞窟に入っていきたいと思います。次は黒曜石ですね。黒曜石も50個に増えました。次はフライトコアですね。フライトコアも50個に増えてます。はい、次は吹山で手に入るフロストパインですね。フロストパインも50個に増えました。次は雪山で手に入るノーベリーですね。ノーベリーも50個に増えました。次は雪山で手に入るアラカイトですね。アラカイトも50個に増えました。次は雪山の狼ですね。雪山の狼から手に入るアークティッククロウも50個に増えました。ということで今回のアップデートで最大所持数が増えたアイテムの紹介は以上となります。まあ、ちょっと抜けもあるかもしれないですが、もしね参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では以上です。